さて、栄養推薦入試、面接質問出る順ランキング5つ目は、栄養入試を受けた理由です。でこちらもよく聞かれますが、ポイントとしましては、自分のやってきたこととか、強みというのが栄養入試に活かせる、その理由を、強く伝えてください。で間違っても一般入試じゃ無理だからとか、そういう逃げの回答をしてはいけません。